シルクファミリーのキリュウですまたちょっと作ったもののご報告になります。ヨッシーと一緒です。よろしくお願いします。クイーンウールのレッグウォーマー、これがすごい人気で、で作ってる人が深木さん、カシミヤですごく有名な深木さんのスーパー G という糸で作っています。これがですね、平均の鮮度が16マイクロンっていう、本当にカシミヤに近いくらい の柔らかさの糸になっています。まあ色こんな感じであるんです。ぐちゃぐちゃ張ってますねもう本当柔らかいで、まあ普通丈がこのロングをお願いするときにはまだ在庫があったんだよね。そうです ね、だからまあロングからお願いしたんですが、ちょっと時間がかかってしまって、今普通丈なくなって、はい、ロング丈が出来上がってきてしまいました。ちょっと時間のロス、ね、あったら下がっちゃってね、はい、でも3月にはまた普通丈もなんとか上がってくる予定です。で今回はちょっとチャコールだけが先に上がりました。なんでかっていうと、この色がね糸屋さんにもうなくなってて、はい、で今紡績してくれてるので、また入ってきたら順次編むっていうことなんです。まあこれから春やから ね、 そうですね、ロング上がってくるのがちょっとな なんですけどもこれで3030円、はい、あります。で以前のよりも少し短くなってます。以前のがもう長すぎて、ちょっとこの辺でぐちゃぐちゃになるっていうお客様も何人もいらっしゃって、少し短めにして、でもこの長さなので、うん、ヨッシー履いても足首からヨッシー背高いのにな、付け根の方までしっかりありました。伸びるので、はい、ありました。で大丈夫です。それとね、このロング丈でこういう感じで編むと、多少のね長さの差がちょっと出てしまう。これもそうなんですよ。こう合わせるとここでこれだけの差が、でお客様でやっぱり長さ違いますって言われる方おられるんですけども、メリヤス編みっていうのはどうしても、これもそうなんですけど、ちょっと差がどうしても左右でこの長さになるとどうしても出ちゃうんですね。でちょっとこう引っ張ったり履くともう全然わからない。全部規格は一緒なんですが、ほんのちょっとしたことで少しの差が出ることね、はい、許してくださいよな、はい、着用すると本当にもう全然変わんなくて、はい、なんだろうね、ちょっとの差で ね、なんか気温とかね、そういうので、で人気のかぼちゃパンツなんかも同じ糸なんですね。これも私カシミヤかと思っちゃったふわふわでふわふわで、はい、例えばこれとセットして、今ねこれこの色なくなってしまってるんですよ。で来季になるんですが、まあ秋口にはこれ編み上がってきます。今かぼちゃ色があるのかな。そうですね、はい、パンプキンがね、はい、かぼちゃパンツなので、こういう風にしてね上に上げて履いていただいても、タイツっぽくなってスパッツっぽくなっていいかなって思います。はい、でこれも今こう編み立てたとこではこんな感じなんですが、これも何度か洗うとこのふかふか感が出るんですよ、うん、こうちょっと鮮度が変わる、まあ、これはね早くふかふか出すためにタンブラー入れたみたいですけどタンブラー入れないでください本当は。で何度か洗っていくうちに、まあ、こういう柔らかく、これもまだ柔らかいですけどなっていきます。だから次ね3月になるとこちらの普通丈も出来上がってきますので、はい、またどうぞよろしくお願いします。これ人気なんですよね、すごくねもうなんかすごくあったかいっていう皆さんの評判です。まだねこの糸がそこまで上がってないので、同じ価格で販売できるのが嬉しいです。ではどうぞよろしくお願いいたします。ロング丈明日また、はい、はい、明日2時から、はい、2月22日5、はい、2が5個並ぶ日ですね。そうですね、まあ、よろしくお願いいたしま す。では失礼いたします。ありがとうございます。